ヘルドラ。そこは滅びが約束された世界。その中心には巨大な奈落があり、穴より無限に這い出す黒の軍勢が地上を脅かし続けていた。人類は奈落を囲む巨大な壁を築き、これを防いだ。大障壁を守る騎士たち、彼らは境界騎士団と呼ばれていた。団長、この揺れは。ああ、ショックだ。しかもとてつもなくでかい。全基地廃止につく総力戦だ。カイナに誓いを。カイナに誓いを。深淵より湧き上がる正気の乱雲、歴史上幾度となく繰り返されてきた食。ヘルドラ新暦491年、未曾有の食が襲い来る中、激戦の壁上より、物語は始まる。